思い描いてたよりも楽しいです。私は北海道にいるのですが、首都圏の企業の仕事をすることができるので、場所を選ばず仕事ができるのは幅が広がっていいと思っております。卒業生の庄司と申します。フロントエンド HTML、CSS、JavaScript、バックエンド PHP、MySQL、Laravel を勉強させていただきました。卒業後、転職から全く異業種に転職しまして、今では独立して3年が経っております。従業員さんも1人雇用させていただきながら営業させていただいております。大学生時代に工業大学だったので、プログラミングに携わっていたのですが、就職とともに全くプログラミングに触れることなくなりまして、当時の知識を思い出すためと、金融機関勤務だったんですけども、独立を考えてまして、プログラミングが役立つかなと思いまして、学習を考えた次第です。いきなりスクールでした。C プラプラでデータ分析をしていた程度なので、若干の知識があったのですが、当時は30歳だったので、時間が大変貴重だなと思ってました。プログラミングで報酬をもらえるようになる実践的な話を聞きたかったため、ルールにしました。ブランクがとても長かったので、実務に通用するレベルになれるかっていう不安が非常に大きかったのですが、やりたいことだとか、作りたいシステムをその時話すと、スクールで学べる知識で実現可能と言っていただけたので、心に響きました。数社の会社にお話を聞いたんですけども、講師の方が実際に活躍されているプロといった印象を受けたので、侍さんにしました。現在も活躍されているエンジニアの方で、実務的なお話もたくさん聞けましたし、膨大な知識量もある方でしたので、信頼できましたし、ついていけば大丈夫かなと思いながら勉強できました。案件の進め方について教えていただけましたね。実践的な知識を聞けたことが一番良かったです。質問はすぐ時間も構わず返してくれましたね。ウェブ制作がシステムエンジニアとして外注先として仕事を行ったりしてます。独立するまでは取っていないです。一つ終わったら営業するというスタイルです。教えたい人と習いたい人をマッチングするサービスでして、ペイパルで購入するのですが、ポイントに有効期限を設定する店舗からの指示があったので、ポイントが消失するアルゴリズムをこだわりました。観光地のお土産物屋さんの EC サイト制作、とあるサイトの、訴求力向上、ダメ部分の回収作業だとか行っております。私は北海道にいるのですが、首都圏の企業の仕事をすることができるので、場所を選ばず仕事ができるのはとても幅が広がっていいことではないかなと思っております。自分の能力がそのまま価値になる仕事だと思うので、常に向上心を持って勉強を続けるモチベーションにはなるなと思ってます。思い描いてたよりも楽しいです。お客様に提供することを全て自分で作る決まったものが基本的にないところが楽しいなと思います。プログラミング自体の考え方もそうですし、付随する IT リテラシーというか、そういったものはどの職業にも役立つものだと思います。プログラミングは無駄になりにくい技術だと思っておるので、学ぶことはとても価値があることだと思います。で、その技術でどのようなことができるかを知ると、より一層興味が湧くと思いますので、ぜひその点も考えてみてください。